る。やったー。私の名前は猫宮咲。目の前にあるこの家、私の一軒家だ。高校生くらいの頃から一軒家を持つことが夢だった私。お金を貯めていつかはと思っていたのだが、格安で譲ってくれる人が現れたのだ。その時引っ越したかった私はすぐに飛びついた。一軒家用に家具を揃えて引っ越しは完了。今日からここが我が家だ。あんなことがあったけど本当よかったわ。心機一転ができて最高。しかしこの家で思いもよらないことが私を待ち受けていた。ね、と、ざ、ん、ま、い、ネタ三昧。異変。引っ越ししてから1ヶ月、私はニューライフを楽しんでいた。しかし一つだけ難点が。それは頻繁に発生する天井からの音。まあ古い一軒家だし、どうせネズミが立てた物音だろうとこの時は思っていた。でも物音が鳴り止むことはなく、また、むしろ日に日に増している。そしてとうとう明らかな異変が発生した。何なのよ。何かを動かすような音がするし、いつの間にかシミのようなものもできている。私の恐怖心はマックスだった。もしかしたらポルターガイストかもしれない。妙な視線も感じるし、幽霊がいたから安く買えたのだろうか。ああ、夢か。もう嫌。救命。あんた大丈夫？大丈夫じゃないかも。私はここ数日で会ったことを話した。そうなんだ。よし、私に任せなさい。私の彼氏連れて行くわ。え？彼、霊信じないタイプだし、虫とか害獣とか平気だから、なんとかしてくれるっしょ。そして、数日後。ありがとうございます。いえいえ、俺で役に立てるのなら全然。こいつの頼みですし。では、屋根裏を確かめてきますね。お願いします。私と友達は彼氏さんが帰ってくるのを待つ。何事もなければと思ったその時。うわあ！正体。いきなり聞こえてきた彼氏さんの悲鳴。動じない人と聞いていただけに余計驚いた。あの大丈夫ですか？ああいや驚いたな。まさか人がいびきをかいて寝ているなんて思ってもみなかったよ。はあ？そしてその男を見せられた時、私はさらに驚くことに。ねえ、この男って。この男、少し前に別れた私の元彼だ。別れた後も何度も SNS で連絡してきたり、家の前に突撃してきたりして、よりを戻そうとしてきた粘着質系彼氏。それが嫌というのもあって引っ越したのに、まさか屋根裏に住み着いていただなんて。何なのよこいつ。隙あり逃げるが勝ち。おい待て。さっき大丈夫？そしてその後、私は屋根裏の中に入ったが、そこは強烈な異臭が発生していた。その原因は元彼のものと思われる排泄物。私にバレるわけにはいかなかったやつはトイレをここでしていたようだ。天井にあったシミはこれのせいか。視線を感じていたのもやつのもの。天井に小さな穴が開いているのを発見した。ここからずっと見られてたってわけ。最悪。これはもう劣気とした犯罪。私は被害届を出して元彼を捕まえてもらうことにした。よろしくお願いします。数日後。すぐに捕まるだろうと思っていたけど、予想以上に時間がかかっていた。もしかしたら今もどこかの屋根裏に潜んでやり過ごしているのかもしれない。そして捕まっていないということは、また私のところに来る可能性も。引っ越そう。こうして私はかねてからの夢だった一軒家を
手放すこととなったのだ。あなたの家で頻繁に起こる妙な物音、それはもしかしたら人のものかもしれない。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。